出ました。130ヤードキャリーで、すごい、こんな飛んだんだ。スイングキャリー SC300 超軽量持ち運び式の弾道測定器、 1.5m 後ろにこれを置くだけ。ここで7番アイアンで選択すると、こっちもね、今同期してるから勝手に7番アイアン。ちょっとランでちゃったけど、キャリーは出てる。 SC300i に変わって、さらにセンサーが良くなって実測値に近くなりました。これあったらめっちゃ練習になるよね、欲しい。こんにちは、じゅんです。今日はですね、初登場、飯塚千恵さんです。よろしくお願いします。千恵さんはティーチングプロで、まあ、レッスンをいろいろやられているということで、今回はですね、現場でゴルフ場でレッスンを千恵さんにしてもらうという企画でございます。お願いします。じゃあ今回はですね、つま先上がりの打ち方ですね、教えてもらいたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきたいと思うんですけども、はい、さっき山ちゃんが質問してくれたので、今度は聞いちゃおうと思います。おう、さっき開閉を抑えましたよね。そうですね、はい、はい、そして、はい、この逆バージョンはどうでしょう。まさに上がり、はいはいはい、はい、山ちゃん、それはもう逆だから使いまくる。こう、うん、使いまくる、ね、だって逆だもん。そうですよね。ジュンさんどう思います。いや、同じように回避を私はしない方がいいんじゃないかなと思います。なるほど。じゃあジュンさんやってもらいましょうか。はい、さっきね、でもつま先上がりめっちゃ苦手なんですよ。あった。はい、じゃあまずいつも通りやってもらいましょう。はい、ちょっと届かないけど、届かないけど、もちろん大丈夫です。これですね、いつも出ます。距離落ちますよね。はい、はい、今別に開閉を抑えたわけでも逆をやったわけでもないですよね。そうです、普通にいつも通り使えそうだなと思って。ジュンさんの気をつけてるポイントを教えてください。はい、まあ、ちょっと短く持って、はい、まあ、体を起こして、はい、あとはなんとなくこう、でくっつった。いや、さすが、やっぱり80代で普段回ってらっしゃる方なので、押さえてるポイントはすごく合ってるんですよ。うん、やはり、足元よりもクラブが上にありますよね。はい、なので、内角によって左に行きやすくなるので、うん、短く持つ。はい、短く持つ。はい、そして、やや上体合ってる、はい、合ってますよね。はい、で、バランスを取るために、ややつま先寄りで、はい、はい、立ちます。はい。そして、先ほどの、開閉の逆じゃないかっていう山ちゃんを、ね、言ってましたよね、うん、これですね、開閉をしてしまうと、ちょっとジュンさんゆっくりやってみてください。開閉をしてしまうと、そこからダウンスイングでインパクトまで返ってきてください。バフります。そうですよね。これ開いたものを閉じて戻してしまうと、リーディングエッジから落ちちゃいます。うん、そうすると突っかかって距離が落ちてダフって左に行っちゃいます。うん、はい、行きましょう。ということで、もっと開閉を抑えていこう。もっとさっきよりももっとしなきゃいけない。そうなんですよ。はい、まだ抑えれてない。そうなんですよ。まだ。ジュンさん今バンカー狙ってますよね。そうですね。OK です。右足持ってないですね。はい、これぐらいの傾斜だったら、はい、本当にもう振りてんのこんな振りてんの、はい、根元ぐらい持っちゃう。で、そうですね、なぜ短く持つかっていうと、これ内角があるじゃないですか、はい、内角に合わせるためなんで、うん、傾斜が強ければ強いほど短く合わせるので、うん、なので劇的な傾斜だったらもうこの辺に振りてます。そういうことか。はい、そうです。あ、でも短く持ったら前傾キープできますね。はい、はい、で、ナイス、ね、ナイスアウトですよね。なるほどですね。じゃあちょっと短く持つのが足りなかったかも、はい、それでこうなって、うん、なんか角度が合ってない状態で打ってたかも。そうですね。そうです。で、回避を抑えて、はい、
そうです、そうです。ありました。はい。ジュンさん。はい。80代レベルの女性じゃないですか。はい。もう一個だけ行きましょうか。もう一個お願いします。いいですね、いいですね。小田台って、はい、左に暗いですよね。そうですね。はい。はい、だけど、あんまり左に行かせたくないです。うん。バージョン。行きましょうか。これちょっと高度な感じなんですけど。なるほど、なるほど。普段女性にはお伝えしないんですが、はい。今、下辺を抑えるってやつをやったじゃないですか。はい。やりました。で、テイクバックは一緒なんですけども、うん、左に行かせないために、インパクトで、回転を、うん、体開いて回していきます。そうすると、クラブって、こう、オープンになろうとするので、はい、被る要素、左に行く要素が減っていくので、なるほど。ややまっすぐになるので、はい、ちょっとその技術もやっちゃいましょう。はい。ここから、そうです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 。あこんな感じ。はい。いきます。ナイス。大丈夫です。できました？今できてます。でもうちょっと行きましょうか。もうちょっと。いやいやダフってるんで。あ、バレてる。多分上手な方が見たら、いやいやジュンさんダフってるよねみたいな。なるほどね。いやいやダフリーです。はい。そして、はい、ジュンさんフェースの面が、はい、めちゃめちゃ右向いてるんですよ。はい、右出したいのはわかるんですけど、はい、そうですね。この状態から、はい、オープンしていきます。なんで右向いちゃったものっていうのは、はい、左に戻そうとするので、うんうんうん、右に打ち出せないんですよ。なるほど。うん、なのでダイレクトにしっかりフェースの面を向けてあげて、はい、そうですそうですそうです。ダフらないように。はい。目いっぱい短く持って。これで。ねえ本当に苦手。はい、できませんでしたけど、はい、できませんでしたけど、やっぱり女性だったんで、私もできますよね。やっぱ練習しないと本当に苦手なんですよね、やっぱり、ね、なるほど、はい、全く打てる気がしないんですよ。あ、これでもちょっとあるじゃないですか、はい、ほんのちょっとでもダメなんですよ。あ、なるほど。ジュンさんがそのつま先上がりが苦手だというのは、はい、ダフることが多いから苦手になってると思うんですよ。はい。で、ダフる原因としてはやっぱりペースの開閉が大きいとダフっちゃうんですね、うん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 、でも今日の今日でいきなりこの開閉を抑えろって言っても、そうですね、なかなか難しいんで、はい、ちょっと練習していただいて、はい、平らのところでもなるべく開閉を抑えてあげられるといいのかなっていうところですね。はい、わかりました。つま先上がりの時のポイントは短く持って、はい、開閉をこれもまた抑えて、はい、さらに抑えて、さらに抑えて、で振っていく、はい、あと重心がちょっと前、前ですね。バランス取る程度のつま先、バランス取る程度のつま先、はい、はい、皆さんもぜひつま先上がりのラインになった時はぜひやってみてください。はい、皆さんご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。あとですね、ビンゴルフの LINE アット開設しましたので、概要欄から登録お願いします。シュウさんありがとうございました。